の天気を調べてましたね。時々初心に帰ってこういうことやるんですけど、コンピューターだけじゃなくて昔からの靴を飛ばして天気を見るっていう気象予報士手塚祐介です。おはようございます。あ、おはようございます。ではよろしくお願いします。お願いします。なんか恥ずかしいですね今日結構一日いる感じなんですか。そうですね、要所要所をちょっと。あ、ありがとうございます。お願いします。お願いします。すいません。はい、今何をやられてるんですか。今のちょうどウサギの絵のですね、練習をしているところですね。ここ撮ります？やっぱり朝描きますので、この練習欠かせないですね。天気図見た後はウサギを描くという大事なポイントです。いや、あれはうまいと思ってますよ、自分では。来た時はですね、下手だなと思ったんですけど、やっぱり描いてるうちにどんどん上手くなってしまって、最近面白みがなくなってきたなって思ってます。はい、心の底から思ってます。どう見たって上手いでしょ。だってあれ上手いですよ今。はい、自信ありますね。もう最近見てる方からもやっぱり上手くなったな、可愛いなっていうお声もいただきますし、自分でもその通りだなって思いますしね。気象予報士がダメになったら、じゃあ今度は絵の方で生きていこうかなと思ってます。うまくなりましたもんね。なったでしょ。最初ひどかったもん。やっぱりね、日々の、ね、努力の積み重ねが大事なんでね。さすが手塚さんです。11時にですね、最新の週間予報が出るんですよ。こういった天気図を使って、ね、未来の空を見ております。やっぱり天気は一応こうなりそうですよっていう図がありますけど、皆さんが思っている以上に当たった時はすごい嬉しいですし、でも当たった時って誰も何も言ってくれないですよね当たってるだけなんで。外れた時はすごい言われちゃうんですけどね。でも外れた時はめちゃめちゃ悔しがってますもん、実際は。予想できたなっていう時もありますし、あ、ここ間違えてたっていう時もありますし、まさかっていうのもありますね、やっぱり。もともとそんなストレス溜めないようなタイプなんですけどでも結構スポーツしたり、大浜海岸走り行ったりしてたんで、それで結構こうリフレッシュしたりしましたよ。お願いします。ありがとうございます。今週は桜の成長を進む暖かさですが、花粉もですね、ピークを迎えそうですね。洗濯物取り込みタイム、午後2時半から3時が目安ですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。マルシア終わりました次は丸ごろテーブルです。よいしょ。いや、来た当初こんな働くのって思いましたよ。朝番組に出て、夕方出て、エブリとかではね、ロケも出させてもらってるので、働くなー俺ーと思いながらやってましたけど、いやー、もう楽しかったですね。もう仕事嫌だなって思ったことないですからね。静岡はもう、サッカーもやってたのもあって、サッカーが強い、あったかいっていうイメージでしたね。あったかさ全然違いますね。あとはやっぱり雨がね、すごい強く降るんですよ。そういうイメージ持ってましたね。実際来てどうでした？そのまんまでしたね。よく言うわ。なことはねえわ。ありがとうございます。
ちゃんとしてますよ、毎日。ありがとうございます。こういうことをね、言うんですよ、うちの長見はね。本当に。怖い怖い。OK。さあ、僕のホームタウンにやってきました。なかなかきつかったですよ。まあ言ってしまえば野ざらしだったんで、あの暑い日も寒い日も風の日も大変でした。店の前にいつも持ってくるものって何でしょう。あ、いつも持ってくるものは、これですね、やっぱ刺し棒。あの背の場じゃあんまり使わないんですけど、刺し棒大体持ってまして。いつもそのバッグで。そうです、いつもこれあのマルシアで作ってくれたバッグを背の場用として持ってきてまして、まあ、僕が描いた絵なんですけどね、これ朝練習してたやつです。かわいいでしょ。なんでしょう、まあ、これあのこれは気象の論文ですね、天気の論文。これ開いた時に読むものになりまして、あとは天気を調べるための iPad、あとは、花粉対策用のグッズ、カイロ、あとは香水、こんくらいですね。これ好きな僕の香水です。香水を背中に持つの。なんかね、とりあえず持ち歩きます。臭かったりやるんで。なんと、つい、ご自宅まで公開する。全然公開しない。何が出てくる。寝室までしか見たことない。それやばい、やばいです、それやばいです、それやばい。廊下から寝室に直行していく。それはやらしい、やらしい、使いません。夜を降りてるかっていう可能性もありますか。外にいると見てくださる方と触れ合えるのが一番良かったですね。声かけてくださるんで。はい、人はあったかかったですよ、本当。毎日セノバいろんな方来てくれて、頑張ってねと応援してくれて、それがこう辛い時でもこう励みになって、毎日楽しく明るくできたかなって思いますね。セノバから今週もお送りします、まるごとハッシュタグ。はい、このクリームなんですけれども、バタークリームとカスタードクリーム、ふわっととろけるモダンクリームとなってます。中ね、甘酸っぱいですね。あ、程よい酸味のね、とちおとめのいちごジャムを使用されてるんです。うん、初恋を思い出したでしょ。思い出しましたね。片思いです。片思い、片思い、はい、かわーい。もうそれ言いたかったら気にしない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。完璧ですね、完璧。もうね、完璧です。しない。しない。誰が誰がすんだ。俺までしねえよ。カンニングの竹山さんでよろしいですか。そう。さっきレパートリーに増やそうかなって。練習中です。本当に。今となってはこう、はい、セノバ感慨深いんじゃないですか。いや、本当そうですよ。ここでもう3年時を過ごしましたからね。アナウンサーのみんなとこう楽しくやってきたっていうのがやっぱり一番印象に残ってますね。それできなくなっちゃうのが一番寂しいですね。多分最後の最終日、多分絶対私はここなんだよね。そっか、ここだからいつもね。あら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 、泣きます。来て3年半ですね。やっぱり寂しいですね。埼玉に帰った時に静岡に帰ってきますになると、お家帰ってきたって感覚なんですよ、もう。なのですでにここがホームタウンになりかけているので、そこからこう離れていくっていうのはやっぱり寂しいですね。はい、毎日楽しかったですし、人はあったかいし、気候もあったかいし、
最高でしたね。もう宝物ですね、僕の人生の。まあ、またね、きっと遊び来ますよ。急にセレブの場合出没する可能性ありますから、その日を楽しみにしていてください。手塚スカイ静岡。